ジクサーはスズキが販売するネイキッドタイプのオートバイである。ジクサーの名前の由来は日本国外におけるスズキ GSX-R のニックネームから来ている。インドの現地法人であるスズキモーターサイクルインディアで生産が行われ、2014年8月よりインドを中心としたアジアや中南米向けの車両として先行販売された。インドでは バイクオブザイヤー13部門を獲得している。2015年にはフルカウルを装着した SF も発表された。日本向け仕様は2017年1月27日から正規輸入により発売された。日本には一般仕様にあたるネイキッドが導入され、リアホイールにはディスクブレーキとラジアルタイヤが装備されている。エンジンはジクサーオリジナルとして 新開発された 154cc の SEP エンジンを搭載しているが、日本仕様は平成28年環境規制適合のため、キャブレターからフューエルインジェクションに換装する変更を受けている。コックピットにはスマートフォンをイメージしたフル液晶インストルメンタルも搭載している。AB、鈴木ジクサー市場インプレレビュー。元りで2017年3月12日閲覧。 鈴木、インド生産の二輪車、ギクサーが9つのバイクオブザイヤーを受賞。鈴木2015年2月27日。鈴木、150cc の新型ロードスポーツバイク、ジクサーを発売。鈴木、2017年3月12日閲覧。ありがとうございます。